種子は密教において、仏尊を象徴する一音説の呪文。チベット密教では、サポンと訳される。種子真言とも言う。凡字で表記したものを、日本密教では特に種子字と言い、また種子とも略称し、一般にはこの種子という表記が多用される。これは、通常一文字で表記されるが、極めて稀に平音説のものがあり、この場合は二文字で表記される。 趣旨の例を挙げると、は、金剛界大日如来、は、阿弥陀如来、は、聖観音、は、不動明王、は、妙見菩薩を象徴するものである。趣旨は、梵字の神秘的解釈から作られるほか、そのフッツソンの真言から一文字取ったり、フッツソンの凡兵の頭文字を取って作ることも多い。これら趣旨は、密教の手法において、本尊となる仏を早期するためのシンボルとなるので、 これを植物の種に例えて種子という。またゴフやマンダラなどにフッツソンの絵姿の代わりに種子を描くことも多い。これには絵姿を描くより凡字で済ませた方が手間がかからないという実用的な意味もある。種子は同じ文字が複数のフッツソンを表したり、逆に同じフッツソンが複数の種子を持っていたりする。ここでは代表的と思われるものを示す。 趣子は、日本では普通凡字で書くが、ここでは、デーバナーガリーで代用した。括弧内のラテン文字転写は、アストによる。日本における、汎用音には、新言衆で伝承されている、中天音と、天台衆で伝承されている、南天音など何種類かの発音がある。また、長望院は、しばしば単母音として発音される。例えば、キリイクは、キリクとも発音される。 ありがとうございます。